今回もガッツゲーミングの防衛スタートとなりますので、まずガッツゲーミングから番がスタートしています。スイッチ、これはなかなか見られない番ですね。まあ、最近世界のプロリーグを見ても、攻撃オペレーターに関してはかなり相手に対して揺さぶりをかけるような番をしてくることが多いんですけれども、ここで選んだのはスイッチですね。さあ、そして DNG 側、ファーストマップと同じノマドをバンしてきました。この辺りは一貫しているようです。さあ、そしてミラーをバン。先ほどの領事館でも少しミラに手を焼いた部分はありましたね。そしてガッツ側は迷わずエコーをバンした形。防衛オペレーターに関してはミラーエコーといった定番のバンが行われた形となりました。さあ、注目のファーストラウンドを見ていきたいと思います。まあ、現状このプロリーグどうなっているかというところなんですけれども、昨日デイ3が行われまして、デイ3で開幕6ポイントを取っていたファブゲーミングがさらに6ポイントを重ねた形になります。つまり4マップ連取した形になりますので、頭1つ抜けている状況。ガッツゲーミングの見方からすると、ガッツゲーミングとしても2マップ連取しましたので、このファブについていくためにはやはり今日2マップ連取という形がベストといったところになります。一方の DNG は開幕戦ディフェンディングチャンピオンノラ連合に1ポイント取れたというポジティブな結果だったと思うんですけれども、まずはプロリーグに残るというところが一つの目標になるということを考えると、やはりここで3ポイントを奪っておけばこの後の試合かなり楽になります。さあ、海岸戦に対してポイント、ガッツゲーミングが選んだのはビリヤードホールです。先ほどはバルキリーがバンされていたこともあって活躍の機会なかったんですけれども、ここは下月がバルキリーを使っています。JJ はマエストロ、ガッツに入ってから JJ がマエストロを使うというシーンはかなり見られますね。さあ、先ほど用事館ではバンされたフェーバーが耐久が、おっと、ここで来ましたね、下月。早速バルキリーの、これ外亀でしょう。これからフェーバーが IQ でしっかりとその外亀を見ようとした瞬間、このカメラでしょうね。ここは少し警戒が甘かった、頼みの IQ を失った形。これでフッカー外が筒抜けです。下月は涼しい顔でブラックアイ見続けてますね。いや、しかしここで気づきましたね、今破壊音がしたので外亀気づいたかもしれません。由良はプール入り口からサンライズバー、しかしここエントリー見られていましたが、 JJ は素早く位置を変えました。引き上げが入ります。ブリーチング弾で JJ にプレッシャーをかけていく由良。さあ、カバーを警戒しています。ここは一気に階段を取るでしょうか。JJ はかなりダメージを受けている状況ですね。X がフッカー外からプレッシャーをかけています。さあ、ここで JJ 打ち勝っていく。残り HP 少なかったんですけれども、そしてポジションがないと見るや降りたんですけれども、ユラはそこにいません。ユラがカバーします。 JJ がダウン。さあ、 N 階段での打ち合い。もうここはフッフッカーと階段でクロスを組んで崩そうとしている DNG、 基本的にもそうせざるを得ません。残り3人、ただそれはガッツがもう分かっています。さあ、ここでユラが階段を取ることに成功。いや、しかしグーマインを踏んでいるのに位置はバレているはずです。攻撃側ちょっとクラウドと X の HP が少ないか。しかしここで前線を押し上げるシックシューターが、ここで X をカット。しかしユラがうまくシックシューターを取りました。ただもう一人います。さあ、先ほど大活躍のリリーがここはしっかりと見ていましたけれども、フッカー中にいた下月が階段に対してユラをカット、そして飛び出してラペリングの
クラウドをカットとダブルキルで締めました。ここは下月がラウンド、ファーストラウンド MVP と言っても間違いないでしょう。まずは外カメ聞きましたね。フェーバーが確認する前にアタックできたことが大きかったですね。ここは警戒しなければなりません。 DNG マップが変わったことでファーストマップの流れ切りたいところだったんですけれども、まずファーストラウンドを取っていったのはガッツゲーミング。ガッツゲーミングはセカンドポイントに選んだのはサンライズブルーバーとなります。そしてリリーが、まあ、今回からこのシーズンから使えることになった、やはり文字使ってきてますね。フッカーに対して補強を行っていますので、おそらくフッカーラウンジを守るのではないかと思われます。フッカーラウンジからの突き下げがかなり欲しいというのがこのポイントの特徴です。先ほど大活躍した下月のこのブラックアイ、外には投げますかね。ここでユラがキッチンからエントリーを狙っています。キッチンの中庭の壁に対して全て工事を行っていました。ロビーから射線を取るという姿勢でしょうか。ここに対して少し相手の意図が分からず、ユラが進行方向を悩んでいますね。ここでマリンスカイのバックがオフィスから進行、まあ、このポイントはサンライズのプール入り口からのプラントか、もしくはブルーバーのカウンター裏の設置かというところが大きく2つの選択肢となります。デストランチャー破壊して、しかしニアにリリーの文字が、ここ強気に勝負していきますね。今日持っています。さあここでリリーがクラウドを落として、そして別の場所で下月がマリンスカイを落としました。そしてここでリリーがユラもカット。一気に人数が2人になってしまったのは DNG。 おっとここうまく入りませんでした。フェーバーがうまくピークしたんですけれども、そして下月がエクソカット、残ったのフェーバーのみ。5対1ですか。ディフューザーも落ちてしまって、これは絶体絶命です。最後はシックシューターが積極的なピークでフェーバーをカットしました。パーフェクトラウンド。ちょっと相手の遊撃を終えてないですね。広く展開しているガッツに対して DNG がうまくドローン使えていません。サードポイントに選んだのはキッチン勝手口。ラウンド3に入ります。ちょっとこの DNG としては攻め方、もう一度コミュニケーションを取って見直したいところです。先ほどからお伝えしているように、チームの非常にチームとしての攻撃のステップの踏み方、 DNG 非常に綺麗ですから、そこの精度を上げればいいというところがあります。ただ今そのステップを踏む前に全てガッツゲーミングに抑えられてしまっているので、海岸線実際にポイントに対してアプローチが何通りかある中で、まあ、相手の配置を見て選択するのが難しいというところもありますけれども、そこはある程度割り切ってポイントに対してどう自分たちで攻めるのか、練習の中で
行った、どのパターンで攻略するのかというのをいち早く DNG 側としてはまとめなければならないかなという状況です。さあ今回ユラはゾフィアを選択、先ほどまで足を使っていましたね。ここはシンプルに勝手口からピークしていきましたが、それはさすがに JJ が見ています。ちょっとこれは迂闊なピーキングだったでしょうか。さあこれでファーストブラッドを取ったのはまたしてもガッツ、クラウドはサンライズバーは取りましたけれども、ガッツはここを放棄していますので、ある程度入られることは予想しているはずです。本命はサンライズ攻めですね。であれば突き下げかキッチン窓外からのクロスを組みたいところです。クレイジーパピオンが2階を自由に動いています。さあこれで相手に対してプレッシャーをかけてきますが、階段にいることは確認できていません。さあ足音聞こえているようです。さあここでピークうまくしたのはクレイジーパピオン。さあフェーバーが落ちました。今のところですね、やはりクリアリングと遊撃に対してどう対応するのかというところがちょっと DNG 定まっていません。次々と格好で撃破されてしまっています。相手の位置が終えておらず、そこに対してなんとなく射線を向けるといたというところが続いています。ここで X が JJ を落としたことによって 4v2 とはなっていますが、イビライを破壊することには成功。ただディフューザーを取り直してここから2人で前線を上げなければいけません。相手の防衛ラインはほぼ崩せていない状況です。さあロビーから仕掛けです。この辺りここもすごくオペレーター同士の距離が遠くてカバーできないんですよね。ここちょっと DNG 今パニックに陥っているように見えます。それだけガッツの遊撃が素晴らしいとは言えますね。最後の下月の位置も完全に終えていません。まあここはやはりクレイジーパピオンの立ち回りが素晴らしかったですね。階段での攻防でほぼほぼ勝利を収めていましたので、さあこのマップは下月が気を吐いています。3対0、ペースを一気に持っていっている形です。ガッツなんとか1ラウンド取って流れを止めたい。再びフッカーラウンジビリヤードルームを守ります。先ほどは下月の外亀がかなり刺さりましたので、それに対する警戒を、まあ、DNG がしてきたときにガッツがさらに上回る防衛プランを出せるかどうかというところでしょうか。今回はリリーが文字を使っていますね。さあアクションフェーズ始まりました。ここフェーバー気をつけたいところです。フェーバーの IQ がいることによって外カメラをしっかりと破壊することができます。ただしやはりここは下月積極的に仕掛けません。丁寧にドローンを回すところからチームのリズムを作っていきたいところですね。 DNG は屋上から補強されていないポイントに対して射線を取っているのはクラウド。2階の反対側のエリアを制圧しようという形のようですね。
が、X はラペリングからシンプルに赤を狙っていく形です。さあここでハスバット、シックスシューターがユラを抑えました。ここはビップですね、ビップでの攻防を制した形。ちょっとこれが DNG 先ほどから目立ちます。フリーキルが連発していて味方がカバーする位置に入れていません。この辺り少しチーム間で意図がずれているか。さあこれ突き上げ刺されそうだぞ。さあマリンスカイが突き上げを成功させました。ただし JJ はインジャー、キルには至っていません。この位置であればそうですね、やはり起こすことが可能。リバイブには成功しました。さあしかし下からの突き上げに対してクレジパピオン、ちょっと居場所がなくなってきています。ここはマリンスカイの好プレー。ただし残り1分というところで前線を十分に上げられていません。さあフェーバーがユーステス線を叩いて釣り出すような動きを見せましたけれども、下月をキルするには至らず、やはり階段からのクロスですね。いやここ突っ込んだぞクラウド。そしてリリーがマリンスカイを階段で抑えました。しかしフェーバーが下月をカット、そしてリリーをカットしてダブルキル、 X も JJ をカットしたことによってここで一気に防衛線が崩れて、最後は X がクレイジーパピオンをカットしました。ここはうまく相手の防衛ラインに対してタイミングよく仕掛けることができましたね。階段下からのアプローチとフッカー外からのアプローチがタイミングよくはまりました。これでほっと一息つけるラウンドダッシュ、3対1。ガッツ側は防衛ポイントを変えてきますね。ラウンド5に入ります。先ほどは相手のエントリーに対してかなり有効に打ち合ったことによってガッツがほぼほぼ DNG に何もしなかったという戦いでしたけれども、さあどうなるでしょうか。 DNG としては割り色ハードブリッジャー入れてきていませんね。ヒバナもテルミットもそしてマーベリックもいません。 X がゾフィアでディフーザを最初は持っているという形です。かなりアグレッシブな5人と言えるでしょう。ただ先ほども気になるのがフリーキルを比較的容易に取られてしまっているところが多いですから、この点 DNG もう少しプレイヤー同士の距離を詰める、あるいはカバーの意識を高くして取りたいポイントを取っていくといったアプローチが必要なように思われます。一方ガッツが本当にこの広くうまく守ってるんですよね。そしてお互いにカバーできる位置に必ず味方を配置しているという形です。さあポイントに対してフェーバーが少し威嚇射撃を入れてきましたけれども、ポイントを変えています。下月はもうオフィスラインを守るのが彼の仕事ですね。さあそれを守るような形でリリー、さあここはユラがしっかりと、おそらくコンカッションがだったと思うんですけれども、ゾフィアのコンカッションが入っていたでしょうというところを、ここで下月カメラを見て積極的に仕掛けたんですけれども X が迎え撃ちました。これで一転してガッツが人数不利を背負っています。 3v5。 先ほどはこのクレジーパピオンの遊撃が刺さっていましたけれども、逆に今度はガッツが人数不利になりましたので、お互いのオペレーターの距離縮めなければなりません。さあユラがブルーバーに対して外からのピック、オフィスはすでに取っています。 DNG さあここは積極的にいったんですけれども、ユラの方が打ち勝っていきました。これ 2v5。 さあもうキッチン入ってますよ。そしてオフィスも前線を上げられるだけ上げている状況です。
これシックシューターキッチンにいることは気づいています。クレイジーパピオンはトランストポイントを狙うような形、ここはうまく壁を抜いていきました。シックシューター、クラウドカット、しかしサンライズに対してはクロスが入っています。カウンター裏かなり厳しい状況です。頭を出した瞬間にユラといったところは射線を取ってくるでしょう。ブルーバーに入ることには成功しているんですけれども、ここでシックシューターがユラに打ち勝ちました。カウンター裏、そして X も抜いていって、いやしかしカバーが入りました。マリンスカイナイスカバーです。シックシューターが落ちました。ここで再びプラントに入っています。ただ位置を置いていないか。さあソファーの位置でプラントは成立していますが、もう一人位置が置いていません。ここはプラントを行ったフェーバーが見事にクレジーパピオンを抑えました。3対2 DNG 追い上げてきましたね。ここは結構まとまって迷いなくポイントを取りに行っている形に今 DNG がなっていますので、そのあたりやはり相手の戦い方に対して修正を行えているようです。遊撃を広く取っていて、そこに付き合わずに自分たちが取りたいポイントを人数をかけて取る、それが今功を奏していますね。さあ最初の3ラウンドとは打って変わって2巡目 DNG が追い上げてきました。さあラウンド6に入ります。このラウンド終了後に攻守交代になりますので、ガッツとしてはリードを持って折り返したい、一方の DNG としてはイーブンで折り返したいという局面にやってきました。サンライズブルーバー再び守ります。先ほどはオフィスの霜月がかなり早く落とされてしまったので、それによってブルーバーを守る術はかなり失われてしまいました。ここをどう守るかというところが一つポイントになりそうですか。守り方のコンセプト自体は変えないように見えます。ただ先ほど DNG に対応されてしまったガッツ、修正を加えなければいけません。さあまずは2階に対してドローンを入れていくのはマリンスカイ、裏は正面からのアプローチ、やはり配置的にはそれほど変えているわけではないですね。リリーがセキュリティールームを守って、オフィスを下月が守る、オフィスの下月が苦しいときはこのリリーが寄ってあげるというのがガッツの基本コンセプトですね。この S 側の守り方、ここを先ほど下月が積極的にアプローチしたことによって返り討ちにあってしまいました。さあここでクラウドがラペリングからリリーを狙おうという位置でしょうか。仲間の準備が整うのを待ちます。これやはりそうですね、ユラーが押してクラウドがクロスを組んでカットしようというところなんですけども、ここはリリーがうまい、いや2人目も取っていこうと言わんばかりのプレイ、いやここはさすがにしかし外から射線が入っていました。マリンスカイがリリーをカットしたことによってカバー、そして X が入ってきて下月をカット、これでオフィスが落ちました。この辺り DNG 非常に修正してきています。素晴らしいクロス、しかし上から来たのがシックシューター、お互いにカバーの応酬が続きます。ただシックシューターは相手のクロスの位置に入ってしまったので位置が分かっていませんが、ここは先見えしてしまった。 JJ がフェーバーをカット、その間にシックシューターがクラウドをカット、これで残されたのは X のみだったんですけれども、ここも JJ がカバー、これはガッツ素晴らしいカバーですね。この時点ですでに JJ がカバーに入っています。お互いにレベルの高いカバーの応酬を見せてくれました。しかしラウンドリードを奪ったのはガッツ、 DNG 流れ来てたんですけれどもね。さあこれでラウンド7に入りますので攻守交代します。4対2まず DNG が選んだポイントはキッチン勝手口ですね。
1回です。エクスがパルス、そしてクラウドがモジーといったところ、この辺りの使い方注目していきたいところです。ただ情報系オペレーターが少ないのがちょっと気になりますね。海岸線はやはり広いマップですので、横に広いマップですので、反対側のエリアに対してどういった情報収集をするかというのが重要になってきます。まあ、それをガッツは先ほどはバルキリーを中心にうまく情報を掴んで遊撃に展開していたというところがありました。まあ、ポイントをしっかり守るというのも戦術として当然あるんですけれども、キッチン勝手口はやはり2回を取られてしまうとほぼほぼ居場所がないポイントになりますので、そのあたりどういったコンセプトで守るのか、まあ、一つ解決策としてはパルスを入れて下から突き上げによって相手を揺さぶるというところはあると思うんですけれども、さあこれ勝手口に対して非常にこれいきますよ。さあ勝手口飛び込んだ。さあ一気に詰めて、ここでしかしクラウドが別の場所で下突き落としています。しかしこれはラッシュプラントですね。プラントにもう入っています。さあガッツのラッシュが入りました。しかしウェーバーがクレジパピオンをカット。人数不利を背負ったのはガッツ、しかしプラントには成立します。さあここで由良が JJ をカットしたことによって人数が一気に差になって、ここはクラスが入りました。 DNG ポイントを明け渡すような形だったんですけれども、これは想定内だったようです。見事にオペレーターが戻ってきて次々と相手のロックをかいくぐりました。ガッツは中身流れをつかむために一気に押し込んだんですけれども、ここは DNG 落ち着いていましたね。さあこれで4対3、この1本でちょっと分からなくなりました。さあそして DNG ペントハウス劇場を守りますか。現在この海岸線の中では一番守りづらいと思われているペントハウス劇場、どういった守りをするか注目していきたいところです。やはりクラッシュですね。ペントハウス劇場を守るのであればクラッシュが一つ必要になってくるかもしれません。どういった守り方をしてくるでしょうか。ペントハウス劇場が守りづらいと言われているのは、一つペントハウス側に関しては窓からのラペリングの射線が厳しすぎてほぼほぼポジショニングが取れません。ですので、まあ、劇場を起点に守るんですけれども、劇場から状況によってこう飛び出したい、外に出て相手の裏をかきたい、リテイクをしたいといった時にこちらもまた出る場所がありません。ですのでペントハウス劇場は今トレンド的に非常に守りづらいのではないかと言われています。さあここでフェーバーがさあ仕掛けていった。さあそしてマリンスカイが防弾カメラを外に仕掛けるというこの2人での飛び出しプレー、この防弾カメラが生きるでしょうか。これエントリーといいますかラペリングで DJ ブースに来た瞬間に仕掛けますね。かなり積極的な守り方です。その守り方に対してガッツは気づけるでしょうか。ここでまず JJ がハッチからホールオブフェイムに対して射線を取ります。さすがにリリーは N 階段を取ることに成功。そして下月もアクアリウムへのエントリーを完了しています。さあここでファーストバット、ユラがリリーをカット、階段下から勝負してうまく勝ち切りましたね。ここはさあそしてカバーを入れたかったんですけども、そこにもうすでにおらず、さあこれは少し車線管理が甘かったか。ビッグラウンジからの車線です。さあカバーセント打ち込んでくるんですけれども、マリンスカイうまく引きました。そしてフェーバーがカットにカバーに入ります。下月インジャ入ったんですけれども、起こしてもらうことには成功しています。ただ HP は20。ここでクラウドがアクアを取り返すような動き。リ
ニビライを破壊するためにブリーチングダウンを打ち込んできました。ただ L 字にはまだ X のマエストロがいます。ここ積極的に勝負したんですけれども、打った先はクラッシュでした。ここは打ち勝っていくの X、 ロングネの打ち合い制していきます。ここはマエストロの強みが出た。銃弾の嵐、ここは JJ を起こしに行くのはかなり至難の技か。そしてクレイジーパピオンはまだ DJ ブースです。防弾カメラで位置は把握されているでしょう。さあ、なんとか下突き起こすことに成功しました。ここも無情にも ADS で吸われていきますが、ちょっと押し切れない。クラッシュ効いてますね。やはりじわじわと HP が減らされていきます。前線を上げることができません。さあ、 L 字でのマエストロと VIP のクラッシュによって行く手を阻まれています。さあ、ここでマリンスカイが下突きをカット。 JJ が X を落としたので階段廊下の進行はできているんですけれども、いや、ここで裏を取った JJ。 しかし残りは1人、 HP もわずか。ここはさすがにクラッチを決める時間はありませんでした。さあ、これで4対4、折り返しのアドバンテージを覆した形 DNG。 今の守り方は非常にはまりましたね。 VIP のやはりクラッシュと、そしてマリンスカイの毒、この2人を潰すことができず、正面からのマエストロとの打ち合いを選択せざるを得ませんでした。ここで防衛ポイントはサードポイントに移ります。ブルーバー、サンライズバーとなります。4対4とラウンド差なくなってのラウンド9。攻撃においてはガッツがリズムを作っていたんですけれども、失礼しました、防衛においてはですね、防衛においてはガッツがリズムを作って4対2で折り返したんですけれども、攻守交代して今度は DNG が防衛でリズムを作り始めています。2階に対して補強を入れてますので、ある程度2階を守る形を取る DNG。 それに対してガッツはどういったアプローチを取るでしょうか。少し流れを引き寄せるためにラッシュなどを見せたんですけれども、うまく DNG に対応されてしまっています。ちょっと流れが悪くなっているのがガッツ。2階から丁寧にエリアを制圧していくようです。アクアからの進行を検討しているのは下月。 JJ はポイントにドローンを入れていますね。ポイントにはほぼおらず、かなり広く守っています。さあ、ホールオブフェイムに入ることは成功しているんですけれども、広い守り方に対してガッツ情報をしっかりと収集できているか。フッカーに到達したんですけれども、そこにもうすでにオペレーターいません。一旦階段まで前線を下げていますね。少し時間がかかっている印象を受けます。このユラのブラックアイ効きそうですね。さあ、2回進行ガッツとしてはある程度できましたけれども、まだお互いにキルは発生していません。クレイジーパピオンは突き下げを行ってカウンター裏を排除。そうですね、そしておそらくリリーの
カピタオが階段を取りに行きたいという素振りを見せています。さあここでファーストバット、フェーバーが下月をカット。さあここでマリンスカイがクレジーパピオンをカット、突き上げですね。ここは上からキルを狙っていたクレジーパピオンが落ちてしまいました。これでこの JJ が入ってプラントするという空間を確保することができません。さあしかしリリーがマリンスカイをカット、上からの射線ですね。さあ階段を取り直したいんですけれども、キッチンにまだ敵がいるというふうに考えています。さあここで JJ が落ちてしまって、積極的なピークフェーバー、さあシックシューターも落として残ったのはリリーのみ。ここは強引に入ったんですけれども、フェーバーが落ち着いてリリーをさばきました。ここで DNG2 マップ通して初めてのリードを取りました。これは DNG 修正力が高いですね。先ほどの領事館の攻撃ではエントリーに対してそれほどアプローチがうまくいっていなかった、前線を高く上げてなるべくそういったエントリーと打ち合いたいという素振りを見せていはしたんですけれども、そこがうまくいっていませんでした。ただ今回はバルキリを中心にした情報オペレーターで情報を収集することによって相手の位置をある程度補足できていますね。この辺り守り方 DNG 非常にキレがあります。4対5、逆転に成功したのはオレンジチーム DNG。 一方ガッツとしては相手の守りに対してどこから攻めるのかというのが、先ほどの領事館ですと、遊撃を無視して一気にポイントを潰そうといった大胆な決断見られてたんですけれども、海岸線に関してはちょっと情報がうまく収集しきれていないのか、先ほどの攻めもかなり停滞が見られます。実際本命は JJ 選手のサンライズバー入りだったんですけれども、それに対してリソースかけれていたのは2人、フリーキルで別の動きをしていた2人が倒されてしまっていましたので、この辺り少し思惑と違う形で試合が進んでいるようです。もう少し早めにオペレーター間の距離を詰めてカバーによって相手の防衛ラインを崩したいところです。DJ ブースに早くもエントリーをしたのはシックスシューター、そして一気にホローブフェームから入っていきます。 JJ も続いてますね。 JJ がブリッジングペレットを使ったのはおそらくビリヤードへの射線でしょう。この辺り非常に進行が早いです。ただ1階のユラを捉えきれていません。ここで下月がクラウドをカット。そして JJ がフェーバーをカット、屋上からの射線ですね。ここは広く動く相手に対してロックがきっちりと入っていました。クラウドはやはりビリヤードホールにいたところをビップから抜かれた形、そしてクレイジーパピオンのフラグが X を捉えました。フッカーラウンジの X が落ちたことによってこれで防衛を維持できません。ユラが慌てて戻ります。まだそれほどガッツとしては前線を上げられてはいませんが、3枚を削っているのでここはドローンで改めて回して丁寧に攻めればいいという状況です。ここはユラ人数不利を背負っているので積極的に打ち合っていきます。さあここで下月がマリンスカイを落としました。ユラの四方がうまく入ってリリーを捉えたんですけれども、一気に詰めてきたシックスシューターによってカットされてしまいました。これで5対5。ここは先ほどと違って個々に動くのではなく、ホールオブフェイムからペントハウス VIP に素早く展開して射線を取り、余った人員でうまく屋上などからロックが入りましたね。この辺りはかなりスピーディーに相手の位置に対して攻略をする形が見えたというところです。ガッツ
お互いに譲らない状況になってきました。ラウンド11に突入します。このラウンドを取った方が先にマッチポイントを迎える形になります。本日はリーグ戦、プロリーグリーグ戦になりますので引き分けがございます。ですので延長戦はありませんので、マッチポイントを迎えた方は勝つか引き分けを手にすることができます。一方マッチポイントを先に取られてしまった方はその時点で勝ちはなくなって、最高でも引き分けと1ポイント獲得という形になりますので、このラウンド非常に重要になってきます。防衛ポイントはキッチン勝手口に移っています。先ほどここはラッシュによって少し DNG の守りの意図見えませんでした。ガッツがラッシュを仕掛けてプラントまで行ったんですけれども、その後 DNG の落ち着いた戻りによって殲滅、ディフューズ設置も解除されたというシーンでした。シュートはフッカーから仕掛けようとしていますが、マリンスカイがフッカーラウンジの中に陣取っていますね。局面局面で1対1がお互い発生していますので、これはできるだけお互い避けたいところです。ステージパピオン、ここはフラグを使って勝手口入り口のガジェットを破壊するというアプローチを取りました。2階劇場側はしっかり守っています。ここで下月がユラをカット、アクアからの射線でしょう。いや失礼しました、アクア外からの射線ですね。窓に対して階段側ユラをカットしていきました。人数をかけて進行しているのはホールオブフェイム側、フェーバーは一度1階に引いています。さてクレイジーパピオンが1階ペンタハウスにたどり着きました。引き下げが開始されます。残り1分30秒というところですので、これは DNG 側としてはかなり厳しいですね。強固な突き下げの射線に対して1分半耐えなければいけません。 JJ がここでクラウドカット、突き下げによって本当にほぼほぼいられなくなります。しかし X が下から突き上げをしたいところなんですけれども、 C4 を使ってしまっていますね。そしてフェーバーは勝手口に強気にピーク、まあ、これは逆にこの場所ぐらいしかいるとこありませんという状況でもあります。ステップとしてはガッツの方が見事に踏んできているんですけれども、ここは気づいていた。 JJ がしっかりとガット、きちんとドローンを回してました。この辺りはサボりませんガッツ。さあしかし X がクレイジーパピオンをカット、下からの射線ですね。さあそしてマリンスカイも JJ をカット、プラントに入っていたであろうところを抑えました。しかしここはリリーが X ですかね、抑えていて、リリーが X をカットですね。その前にシックスシューターがすでにマリンスカイを忍者させていました。これでマッチポイントを取ったのはガッツ。この時点で DNG の勝利はなくなりました。よくて引き分け。さあ6対5、このマップに関してはお互い各プレイヤーが自分たちの立場でしっかりと活躍しているようなスタッツに見えます。まあ、先ほどのファーストマップは本当にリリー選手の爆発が圧倒的だったんですけれども、このマップに関しては全プレイヤーが活躍しているというイメージを受けます。防衛ポイントはブルーバーサンライズ。ここに対してガッツは先ほどかなり2階の防衛ラインを崩すのに手を焼いてしまって、まあ、かなり強引に JJ のプラントをこの B ポイントに対して行わないといけないというところを DNG に抑えられてしまいました。その辺りどう工
組み立てを変えてくるかというところですね。逆に言うと DNG 側としては自分たちの守り方を1回通したので、基本はその守り方で相手の進行方向に対して柔軟に防衛ラインを敷き直せるかどうか。セカンドマップはフルラウンドまで勝敗がもつれています。その月がまずは飛び出しに対してクレーマーを設置、裏がロビー守ってますね。この裏のバルキリー先ほど刺さっていましたので鍵を握りそうです。2階はフェーバーと X でポイント上、かなりしっかりと守っています。まずはここを崩すことに多数一つ刺すでしょう。ここは積極的に打ってきたのがフェーバー。ただシックスシューターはそれに付き合いませんでした。まずはガジェットをしっかりと壊していって侵入ルートを確保しようという動き。そして X もフェーバーも引きましたね。1階にここからスピードアップできるかガッツ。先ほどここで滞留してしまったことによりかなり無理やりプラントに行かざるを得ませんでした。シグナルディスラプターあるんですけれども、ポイント内にポイント上ですねにドローンを入れることは成功。これでクレイジーパピオンおそらく突き下げに入るでしょう。そしてリリーはカバーの位置。やはり先ほどと同じように時間がかかってますね、ガッツ。そしてユラは虎視眈々と遊撃を狙っています。しかしここでここのダブルキルは大きい。下月がダブルキル、ロビーで2人落とした。ユラは2階にアプローチをしようとしてカメラを見た瞬間でしたね。近くに X がいたので安心していた部分があるかもしれません。残り50秒、ガッツ大きな人数有利を手に入れました。マッチポイントを迎えているのがガッツ。ここでベストランチャーによってドローンが取られてしまいました。ただ JJ はプール入り口まで進行することに成功。カウンター裏が積極的に行ってますね。やはりここはしかし積極的に出すぎたか。ただカウンター裏にまだいますね。いや押し込んできて一気に防衛ラインが崩れた。残ったのはクラウドのみ。当然プラントは入ります。サンライズバーは取られてしまっています。 5v1 見えた。しかしキルには至らず、残り HP も半分を切りました。ここは下月が最後は積極的にピークして、ガッツゲーミングがセカンドマップも勝利。グッドゲーム GG。セカンドマップはファーストマップとは打って変わって非常に接戦になりました。ファーストマップの流れを引き継いでガッツがかなり序盤ラウンドを重ねたんですけれども、 DNG の見事な対応、中盤で逆転に成功したんですけれども、最後はさらにそこに対してガッツが適応してきましたね。ただ最後のラウンドに関しては本当にあの位置をしっかりとロックし続けていたというところが大きかったと思います。あのダブルキルが全てを決めました。さあこれによってガッツゲーミングは開幕の